はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ前回の続きをやっていきましょうか。ティア2の、交易路開放しまして、特別なクエストね、ちょっと喉乾いてる。それに今日はまず行こうかなと思っております。あ、これもらったやつね。収集機ね。これ作りたいけど、まぁ、ちょっと後にしよう。もうちょっと後にしよう。あ、水あったら汲んでこようか。で、ご飯は、ご飯もいっぱい拾ったんだけど、まあベーコンエッグでいいや。ベーコンエッグ食って、パカッ。よし、チャリ乗っていきましょうか。3キロもあるからね。めちゃくちゃ遠いんだけど、3.5 キロ。まあでも、これ自転車速いから、自転車速いよね、めっちゃね。まあこれなんとかなるでしょ。はい。じゃあちょっと 3.4 キロ行きましょう。なんかめちゃめちゃやばそうな物件がある、前に。なんだこれ、めっちゃやばそうな物件が前にあるけど、なんだこれこれは危険だね。行ってみたいね。クモの巣、へえ、クモの巣っていう物件があります。行ってみたいけどね、行ってみたいけど、まあ今はまあ行かないけど今は行かないけどね。うん、このちゃんと道を走ってた方がいいか。これ道じゃないの？道だよね。あ、道だよね。よっしゃ。焼け盛りに踏み入る完了。来ました。焼け盛りに踏み、何？焼け盛りにバナナ生えてるけど。バナナじゃないのこれ。ブレーキ効かないんだよね。久しぶりにバナナ見たね。バナナじゃないのこれ。バナナの木だ。取れんの？取れない。あ、取れた。バナナ取れた。わーい。ちょ、今バナナ取ってるから待ってくれ。待てよ、おい。バナナが、俺のバナナ邪魔するんだよ、お前。あ、強い、こいつ。強。死んだ。ちゃんととどめは刺してる。取れた。あんま、でもあんま取れなかったね。2個しか取れなかった。そうなのか。あ、そうなん、2個しか取れなかったわ。あ、でも街見えてきたね。街見えてきました。まあまあ大きな街じゃないこれ。焼け餅も、焼け盛りもね、そんなに暗いわけじゃないからね。荒れ地みたいにね。薄暗いわけじゃ、あ、でも強いな、敵は。いる敵は。いる敵のレベルは高いね、やっぱね。あー、なるほどね。どこだジェンさんは。ジェン氏はどこだ？ジェン女子。ジェンさんどこに？あ、向こうの方か。あ、あれか。焼け盛りは多分あれだよね。地雷ないよね。さすがに。焼け盛りに地雷はないでしょ。なんか、石炭の数が少ないね、転がってるね。あ、ここいいな。水あるじゃん。ただいま。ジャスティスアタック。ジャスティスアタック分かる人いるだろうか。果たして。はい、ということでやってまいりました。じゃじゃん、めっちゃ遠かった。3キロもあったから。あ、ゾンビいるのね。はい、こんにちは。クラフト雑誌バンドルにしようかな。ありがとうございます。仕事やってく一応。ベリー、ソン、ティーソーンベリーテ回収。あ、大量発生出るんだ。グッピーの家。へぇ。大量発生いいけどね。とりあえず軽く回収やってお茶を濁すか。軽くね。OK。引っ越すかな。どっち？ここ町並みがもし良さげだったら引っ越してもいいけどね。強そう。強そうなの来た。あ、全然。全然ダメージ入らん。待って、後ろにもいる。全然ダメージ入らんやん、こいつ。よいしょ。よいしょ。ショットガンはよく効くみたいね。走ってきた。お前は？よいしょ。あ、こいつは弱い。めっちゃ弱かった。オッケー。あ、ここにも水。ここいいね、川あるからね。あそこに誰かいるな。川があるのはいいことですね。
水取れるからね。あ、待って、イノシシいる。おー、ほー、あんなイノシシもいるんだね。そして俺の自転車どこ行った？あ、誰かいる。え？被爆した棒。被爆した棒？あ、でもちょっと住む物件が、なんかどっかに住もうと思っても物件がないんだね、近くにね。あー、さすがにここに住、ここティア6 US アーミーポスト7、ティア6だよね。ティア6大量発生やったとこだよね。そうか。あー、ちょっと住むにはあれかな、場所がないかな、こことかね。 US アーミー、 US アーミー今行ったら大したことないかなね、今あのゲーム性低いからさ、今行ったら大量発生でも何でもないし、まあでもそこ潰してしまうのもったいないけどな。まあまあまあ、でもここでやることはないか。ここでティア6をやることは多分ないよね。ということで、まあそれはいいとして、もうちょっとあの森の町でももっと大きい町が多分あると思うんで、そこを探した方がいいかな。ここか。ちょっと不便そうだったね、今の場所はね。よいしょ。じゃじゃん。あれどこ？裏？何の？何の？自転車がなんか、これ取れるの？ちゃんと。あ、取れるわ。バイカーいたけど、帰ってった。あ、こっちからか。あ、上に行く感じね。上からね。よいしょ。通る。あ、落ちた。落ちたわ。穴開いとったか。お、車両の冒険。はい。この辺上がっていけばいいかな。じゃじゃーん。こんにちは。え？上がってきたわ。さっきのバイカー。え、集まってくるかな。集まってこないか。はい、よいしょと。じゃじゃん。お、誰かいる。スパイダーか。マジか。なんか落とした。おお、それ外かな。ああ、あ、待って、レクトが入ってきた。レクトが入ってきたぞ。入ってくんじゃねえ、レクト。危険だな。上がってくるんだね、普通にね。物資回収なんで、さっさと回収して帰るか。あ、こっちか。こっちね。OK。死んだ？死にましたか？あ、壊してるな、なんか。上なの？上なのか。なんか変なの出たな、今。何これ。ピーナッツバター&ゼリー。へぇー。絵のサイズが合ってない。絵のサイズが合ってませんけど。あれ、静かになったな。これ壊したいね、ちょっとね。ラジエーター、あ、スコプターそれ。それショベルや。じゃーん。ろうそくももらっとくかな、一応。あ、これ漁れたりしないの。あ、これ漁れないのか。そうか、そんなうまくはいかない。よいしょ。じゃあ上がっていくか。後ろにいたら一番嫌なんだけど。後ろにいた後ろにいたら嫌だなと思ったんだよね。なんか落とした。しかもこんな強いやつが後ろにいるとか、なんて鬼畜なんだ。よいしょ。はい、こんにちは。こんにちは。もういませんか。あ、ここになんかあるね。あ、ここにゴミ、ゴミ、ゴミ、人そんな感じ。これは壊れないのか。ちょっともう銃使った方がいいかもしれないけどね。プルプルしてる。はい、
行き止まりなのか。開けてくる？開けてきた？あ、外した。OK。どこ？この辺？この辺ですか？この辺だな。この辺でしょう。違うの？いないの？ないわ。あ、そっか、これ2階なのか。あ、それはそれはいないわ。これあさったあさったということで、じゃあ出ていきましょうか。あ、ちょっと待って、今リロード中です、ごめんなさい。リロード中です、ごめんなさい。はい、よいしょ、じゃじゃん。あー、下だけど、お前か。あ、なんかなんだこれ。死んだ？凍ってるやつや。珍しい、珍しいか、最近見かけなくなった凍りついたやつ。冷凍ゾンビ。冷凍ゾンビ。はい、こっちは行き止まりね。これ欲しいね、ちょっとね、これ欲しいよ。あ、でも真鍮、あ、復活すんのこれ。リスポンブロック出たけど復活するんだ。でもなんか樽が漁れるからね、樽を漁ってあの銅線が手に入るから、あんまり真鍮はこれ壊していいとこじゃないの。あれ、これ今上がってたとこで、あ、上がってったとこか。あ、こういうつながりなんだ。真鍮あんまり貴重じゃないかもしれないけどね。ねえ、大量に取れるような気がする。こんにちは。爆発しとるやん。めっちゃ爆発しとりますけど。一人死んだ。ああ、痛い。何ってことするんだお前。巻き込まれたやないか俺が。あそこ焦げてるな。焦げてるね、誰かね。あ、外は開いてる。入り口開けられてる。はい、うん、弾はありがたい。ああスパイダー殴った方がなんか倒しやすいかもしれないな。スパイダー殴った方が倒しやすいかも。まあ人によるんだろうけど。はい、ということで何でも拾います。はい、これ外だよね。何の音、何の音、ゾンビの音。はい、地下か。地下なんですね。え、回収するのも地下？回収するのも地下か。全部地下だ。誰かの声が。誰かの、ん？ヘビがいる。ヘビの音じゃないな。誰の声だ、あれ。ヘビの声ではないな。って言ってたら、噛まれたりする？以上。ヘビじゃないのか。ヘビっぽいといえばヘビっぽいけどね。これ食べちゃおうっと。下？外か。外だね。こんにちは。じゃん。じゃん。何もないのか。何もないね。ここ開けたら外だよね、多分ね。ということで、私は降りていきましょうか。あそこ当たってない。あれ、当たってない。OK。全然空打ちしすぎやろっていうね。クソエイムかって言われそうだけど、まあでも OK。で、俺のショットガンで扉壊れたみたいな感じですね。これの方が皮いっぱい取れるんじゃない？関係ないか。関係ないみたい。関係ないらしい。はい。ということで、伝説パーツチャンス来た。なんなかった。はい。はいはい。はいはい。あった。じゃん。OK、OK。はい。給湯器もいけます。何でも調べられる。
トウね。ああ、足。足。で、で、まだ終わらんでしょ？まだあるでしょ？あ、来た来た来た。あ、強いこいつ。こいつやっぱ強いな。あ、強いこいつ。こいつ死なねえ。こいつ強いな。OK？ でも OK かな？殲滅したかな？ひょっとして。じゃん。週刊家庭料理。週刊家庭料理あんま出ないね。あ、まあ、あさってないからか、そんなに。じゃじゃん。あ、OK。OK、はい。上はこれだけか。じゃん。ここの、ここなんか住みやすそうだけどね、地下で。ねえ、いい感じの部屋じゃない？これ。この押し切りなんか壊しちゃっていいから。ねえ、初期の頃に住むんなら悪くないかもしれない。まあ、地下はちょっと怖いんだけどね。住むのがね。掘ってくるからね。入ってくるからね。まあ、地上に住んでる人が何言ってんだって話だけど。地上1階に住んでるくせに怖いもクソもないやろみたいな感じですけど。はい、ガシャン。なんかモッドとか欲しいところだけどね。じゃん。じゃん。いっぱい人集まってきたけど。人集まってきたけど大丈夫？これ。壊してくるな。入ってくるか。入ってきそうな雰囲気。え？ああ、怖い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 。やめてください、ちょっと、小松さん。あ、入ってきた。わーい。わーい。走ってる？ダブルキルしていく。終わり？いや、まだいるね。こっちからも来んのか？いろんなとこから来るんだけど。来た来た来た。そんないっぱい人いるの？ん？あそこにもいるな。お散歩来たのか？あ、ひよこだ。ひよこ発見。勝手に死んでる。スパイクで勝手に死んどるかな。誰か来た？あ、来た来た来た。死んだ？死んだね。OK ですか？今度こそ？今度こそ OK？ ガンセーフ開けたいんでね、俺ね。ガンセーフ開けに行くか。じゃじゃーん。どこだっけ？ここか。あったあったあった。じゃあ開けましょうか。はい。はい、一発で開いた。やったね。あ、でも大したことない。中身は大したことなかった。中身はゴミみたいなもんでしたね。ということで、以上かな。全部漁りましたかね。うん。まあ、目的はね、それじゃなかったからね。回収目的で来たくせに全部漁って帰る。はい。まあ、せっかくだからね。ということで、自転車、あ、か、そう、自転車回収したんだったか。何？なんでこいつ。腕なし。腕なしフリーク。ああ。なるほど。なるほどね。よっしゃ。ちょっと街並みを探索したい気もするけど、そんなに都会じゃないね、ここもね。大して都会ではないですね。ビルとかないもんね。ねえ。ポスト開いてる。車の中に結構いいもん入ってない。入ってなかった。ガソリンだった。単なるガソリン。誰か来た。単なるガソリンでした。いや、生きてんな。OK。はい。ここも、これティア3、4? あー、まあ解体解体だね、これはね。
解体する要素もあるから、いつまでたっても本は漁り続ける必要があるで、いらない本解体してね、あのなんだっけ、あのブルーペーパーみたいなやつに変えなきゃいけないからね。え、あ、こっちか、こっちだ。はい、帰ってきましたよと帰ってきましたよと。ペカペカ。ジェンさんとか漁ってないから、ちょっと報告した後で漁るか。で、ここに住もうかなと一瞬思ったんだけど、やっぱりちょっと住むのは厳しいね、ここはね。厳しいというか、あんまし意味がないな。あんまし美味しくないね。はい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 。ということで、漁るだけ漁って、やはり拠点はまだ拠点は空いてるよ、こう。森でいいか。ね。もう一個ティア3まで上がったらまた砂漠に行くっていう作戦にしようかな。前回のバンニラみたいにね。とりあえず森でティアに終わらせるところまでやって、で終わったら今度は一気に砂漠に行くっていう感じにしようかな。オージャーヘッド結構出るけど、あんまし上がる、なんか出た、違うか。で、この辺は何もないんだっけ。あ、本があるか。はい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 。あ、なんかこの人生きてるけどこの人生きてるけどよねえ解体とかできないのこれ。耐久値で、あ、そうか、トレーダーだから無敵なのか。トレーダーだから無敵なんだうるさいね君。あ、ここにもいるけど、生きてる人生きてるって言うのかな。生きてはいないのかもしれない。ゾンビかもしれないけどね、完全にね。 OK、 はい、んーじゃんここにもいそう。あ、いるいるいるみんなゾンビになりかけなんだ、これこれね。ゾンビになりかけ、なりかけゾンビがいっぱいいる。お、エンジン出ました。これ漁れるの、漁れるわ。あ、バット3強いんじゃない。あ、2か2だった、3かと思ったら。プレイヤー自販機は2500円払うだけのもったいない。2500円だっけ、2500円ぐらいだよね、借りるのね。微妙なんだよね、あれね。2500円払うだけの価値があるかっていうと、前半の頃って売るもんがそんなにないからね、え、あんまりメリットがないといえばないっちゃ、どうなんだろうね、微妙だけどね。売るもんが、あ、後半になって売るもんがいっぱいあるときはね、めちゃめちゃ儲かるんですけどね一瞬で2500円ペイできるんだけど、売るもんがないときはな、序盤のね。この人たちは死んでんの、この人はもうお亡くなりになったのね。お亡くなりです、はい。あ、これも漁れんの、あ、そうなんだ。あ、水入ってる、やったね。おお、来た来ました。うん、はいはいはい。ゴミ、あ、もう待て、あ、またこれ出たの。これでも売ればいいよね、300円とかで売れたけどさっきね。ちょっと待てよ、これもう一個もっとつくの、あ、つくね。じゃあこれつけるか、これつけて、まあこれもつけて赤バットにしといて、でこれにこれつけるか、バンカーバスターで、まあ青くしといて青くする意味あるんですかって、ないけど別に。で、しといて、で、どこ行った、あ、これか。で、まあでもそんな、もうこれ分解しようか。分解。あ、待って。あ、遅かった。黄色い自転車嫌だな。これ何色にしたっけ、青か。青い自転車にしようかな。いや、赤がいいな。赤い自転車にしよう。これ、
これ抜いて黄色入れて自転車赤にしよう。あれどこ行った？赤じゃん、赤くなった全部真っ赤になるわけじゃないからね、これね。そこがまあ微妙なんだけどね。そして自転車にめちゃくちゃ物が乗りそうだったんで、乗りそうっていうか乗るんで、置けないか。トレーダーの中だから置けないか。よいしょ。じゃあ開けて、開けて、入っていく。よいしょ。よいしょ。で、めっちゃ広かったよ。あ、めっちゃ広いよね、これ。すんげえいっぱい入る。これ読む。クロスボウか。クロスボウ。あ、これ何？何フレア？弾薬供給フレア。これは食品供給フレア。ああ、なるほどね。鍋とか、まあ、いらんけどね。鍋とかいらないけどね。はいはい、塩。これ、調味料とかもめっちゃ拾うよね。これ何？ただのカンカン？ファームフォージのみで作成可能な料理のための、空き缶。あ、そうなんだ。ファームでしか作れないやつ。ファームライフでしか作れないやつ。ファームフォージ。ファームフォージっていうのがあるんだ。へぇー。全部入る。めっちゃ入るね。全部入る。すごい、全部。あ、イコールだけ入れなかった。残念。そんなに入れなくていいけどね。そこまで入れる必要はないんだけど。動いてる動いてる。動いてますね。この車動かないの？この車動かないんだ。動きそうだけどね。ね、いかにも動きそうな感じしてるけど。よいしょ。じゃあちょっと、ジェイさん、自分家のさ、横に墓があるってあんまし気持ちのいいもんじゃないような気もするけど、平気なんだろうね、きっとね。そうか、あーそうか、あんましいいもん出ないね。あんましいいもん出ないね。あー以上以上でした。ここは、あーそういう感じ。これ取れないよね。あーはい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 。あ、これダメなのか。これダメなんだ。そうか。おっと、ここ回されるよね。あ、出た、水バケツ。水バケツ来ました。使い方がよくわかんない水バケツ。以上。ここは関係ないの？これ漁れないの？漁れないんだ。これ水入ってる？あ、入ってるじゃん水。もうカラビ持ってないか。カラビ持ってるわ。取れんのかなこれ。あ、取れる取れる。やったねー。何？何ですか？ちょっとやめてください。やめてもらえますか？ちょっと。よいしょ。はい。ピアノは漁れないんだ。ピアノは漁れないのね。はい、めっちゃ入ってる相変わらず。これ壊れてる。こう壊れてない。生きてる生きてる生きてる。ここは何も、あ、本があるか。本があって、アーマーアップだ。こっちが何もないんだっけ？こっち何もない。で、ここも何もないんだっけ？何もない。で、ここに本がある。で、本がある。あ、来た。お前生きてんの？生きてんだ。生きてる。あ、向こう、あ、みんな一斉に起きるみたいな。あ、これもいけんの？ほう、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 ほう。お、いいね。いいね。ここは空いてないんだ、相変わらず。そこは空いてないよね。ジェンさんの足は相変わらずあんまり長くないと。以上。以上。あ、上見てないね。上も見てくるか。上行けるのかな、ちゃんと。ちょっと待って。浮いてる。巣が浮いてる。2個だけ？めっちゃ浮いてる、めっちゃ浮いてるね。こっち先見るか。卵大量に取れるんだよね。8個とか取れる。卵。あ、
なんだこれ。あ、執行者靴。執行者靴ね。問う仏。はい。まあそんな感じか。そんな感じかな。うん。ということで今何時？ 19 時。ああ、もうちょっと帰んなきゃダメだね。うん。まあ、もっと街並みが良ければね、ここに住んでもよかったんですけど、今一つな感じがするんで、やっぱりも森に戻って、森でティア上げて、さっきの話ね、森でティア3まで上げて、砂漠に引っ越すという、そういう作戦でいきましょう。はい。ということで、まあ、とりあえず今日はこの辺にしておく。あそこのなんか、あれ、あされそうだけどね、あれね。金もあされそうだけど、金はあされないか。うん、はい。まあいいや。ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大川さんでございました。またね。